こんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号室と投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条の文言を 一語一句読み飛ばすことなく大きな画面にしてねお読みくださいどこか一箇所でも承諾できないというところがありましたらあなたはこの動画の続きを見ることはできませんのですぐに切ってくださいこの動画をね、えー、続きを見たいという方がいらっしゃいましたらここに記載されている第1条から第7条の文言を全て承諾しなければなりませんそれでは行ってみましょう LINE に登録してくださいね。そして、私まで、えー、この動画の感想を送ってください、えー。ステッカーを販売しております。1枚600円ですね。LINE でお申し込みください。令和元年、9月7日土曜日、暗号資産、草コイン、中野研究会。えー、っとね、 今はね、だいたい夜のね、夕方のね、6時半ぐらいなんですけどね、だいぶ日が落ちましたね。6時半では、8月だったらまだまだ明るかったんですけどね、もう真っ暗になりましたね。だんだん、秋、そしてね、冬が近づいてきてます。もう今年も残すところ、4ヶ月切りましたよね。3ヶ月と、少しですね。3ヶ月と20、まあ20日ぐらいですね。ですからもう、 あとあれですよ、だからちょっとしたらもうクリスマスのね、ジングルベルの鐘の音がですね、えー、駅前のね、商店街を、えー、響き出すということですので今年始まったなと思ったらです、ね、もう終わりです。本当にね、びっくりしちゃいますよね。月日が伝わってのは本当に早いものでですね 1>, え1年2年っていうのはあっという間に過ぎてしまいますから何かねやりたい車の免許を取りたいとかね海外旅行行きたいとかえ資格を取りたいとかえありましたらですねまあ思った時がスタートの時ですねなんでまあピーンってね頭の中で思いついた時っていうのは 何らかしからのですね、えー、神様からのね、えー、意味があるわけですからね、その時にやんないと、あの、1週間1ヶ月1年経ってね、やったからっつっても全然遅いですのでね、その人にとってみればね、タイミングっていうのは重要ですから、えー、皆様におかれましてもね、まあ仮想通貨の ICO で失敗したとかね、 まあ、リップルを売り損なってね、今、どん底ですよね。まあ、どん底で過去最低価格になってきましたけどね。まあ、どうなるかなと。まあ、だから、タイミングってのはありますからね。あんまり意欲を出さないでいきたいなと思っています。で、今日はね、何やるかというとですね、えー、本日のお題ですが、仮想通貨投資や FX 投資で勝てないのは、まあ、ほとんどの人勝ててないと思いますけれども、 勝ちたいと思ってるからなんですよね勝ち,勝,勝ちたい,っていう勝つゲームじゃないですからねこれね何度も言うように投資というのはですね1ルールを守り2ルールを守りきることでお金が汗のように残るってことですねだからスポーツと一緒なんですよねスポーツとかビジネスあとは勉強と一緒でですねえー、例えば勉強だったら100点取りたい ね、100点取りたい、100点取りたいっだったって100点なんか取れないんだから、100点取りたいんだったら100点取るってことをまず忘れて、まあ、勉強好きになってね、勉強にえ明け暮れると。スポーツで、例えば野球で甲子園行きたいんだったら、甲子園行きたい行きたい,行きたいって言ってね、電車の切符買えばで甲子園行けるけど、そうじゃなくてね、甲子園行きたいんだったら甲子園行きたいことをまず忘れて、え今日何やるのかと。 ね、あの腕立て、腹筋、背筋、スクワット、うさぎ跳び、ステッタッシュ、ねえー、そういうです、ね、下働きっていうんですかね、下半身を鍛えるということを、まあ、半年、1年、2年やらないと甲子園というのはね、いけないですからね、ですから、あのまあ、ッピッチング練習とかね、バッティング練習から始めたとしても、 基礎ができてないですから土台ができてないので、えーっとまあ、地震があったらすぐ崩れちゃうわけですよだから、まあ、いわゆるですね投資における基礎っていうのはメンタルですからねメンタル崩壊するとすぐにポジポジになるでしょクソっつってねあのやられてしまってメンタルが崩壊してしまって、えー、ロットを上げてね、えー、土ンしてね難品してね で、まあ、無理なトレードをして、そして全財産を失うということで、ですね、まあ、特に今週、昨日はですね、えー、月に1回の雇用統計がね毎,毎月第,第1金曜日にあ,るあったわけでございますが、まあほとんどすべての FXYouTuber はあまりやられたのかな、まあ、復活した人も、ね、いっぱいいますけどね。 まあかなりやがられた人もいるんじゃないかなと思います。で特にね、まあ、その中で <laughs>、このね、1ヶ月って <laughs> どこじゃなくて <laughs>、うん、まあ、3年前からね、FX やってる、まあ、FXYouTuber のドー、ドー、ドーマルさんとかね、えー、生涯損失2500万と。 で8月はね、900万ぐらいの、ん ?800 万ぐらいかな、赤字を出してて、で9月に入ってね、もう早々まあ、95万ぐらいのね、100万ぐらい、95万ぐらいか。9月、また、あ、ね、7日、6日、昨日は6日ですけど、もう95万ぐらいの損失になったということで、まあ、見ていられないですね、辛くてね。 で、それはね、えー、どういうことかということですね。で、私のところにはね、ビットコイン FX をやってて、まあ、300万円をやっぱり失ったと。まあ一回、一旦、いっ利してね、1億になったんですよね。あの、まあ、ビットコインが42、3万の時にね、300万円分のビットコインを、ビットフライヤーの、ビットフライヤーのですね、ビットコイン、 FX でね、購入、まあ、フルレバで購入したと。15倍でね。えー、レバレッジ15倍で購入したと。そしたら、一度も落ちることなくね、ずんずん上がりましたよね。今年のあ3月、4月とかそこ、ね、3月とかね、上がってきましたよね。それで、あのー、気持ちよくなってですね、えーまあ、80万円、90万円ぐらいで利格したと。まあ、2.5倍ぐらいかな、えー。そして利格して、えー、1億以上になったということですね。 それでまあすごいよねそれ、ね、<laughs> すごいんだけれどもそこでね、えー、300万が1億になってまたねその1億出金すればいいんだけどまた全部ねフルレバーで全部かけて,かけてしまってほんでまあ90万までいっ,たいったら1回落ちましたね75万とかねまあそれでまあ全部なくなっちゃったということでまたね何が起こったか分かんないと目の前にねまあ結局まあ1億損したけど 実質的には300万の損なんですよね。自分の貯金がね。それで、まあ、普通の人は悔しいと思いますよね。悔しいと思いますよね。まあ、一瞬ね、やっぱり、えー、1億が目の前にあったわけですから、出金すれば1億円の現金があったわけですからね。まあ、悔しいと思ってですね、あのー、また、<coughs> えー、あれですね、クレジットカードとか、 銀行ローンでですね、まあ多分楽天スーパーローンだと思うんですけど、えー、300万円借金してですね、えー、それでビットコインフ x ックスやったと。まあ、ほんで、案の定ですね、今年、これはあれですよ、この2017年、18年のビッグ,ビッグウェーブですね、これ250万までいったやつですね。で、ここ今年のちっちゃいビッグウェーブですね、これは150万までいきましたね。 結局これ落ちて終わっちゃうのかねまた <laughs> 終わっちゃうのかね <laughs> うんまあで結局ここら辺でねここら辺でまあ売って1億になってでまたロング入れたらこれ一旦落ちたからねうん80、うん、そうだね80万円まで落ちたかでこれでねまたロング入れればいいんですよねでんずん上がるからねでもそうだね多分多分ですね私が主には ここら辺で一旦利確して1億になったと。そしてそのまままたロング入れたら、こうショート行ったからね、これでまあ強制ロスカットになったと。まあ、フルレバーでやってますからね。そして300万円を悔しいからね、300万円でまた始めたと。そしたら上がったんだけど、またドーンって下がっちゃったと。で、これでまた強制ロスカットということで、えー、まあ、 もともとあった貯金の300万円はここで失ってですね、この下げで失って、えー、楽天スーパーローンで借金した300万はここで失ったと。でも何もないよと。でもずっとね、まあ、実際問題はここら辺で買ってますから、37万とか40万とかね、これで買ってるんで、ずっと持ってれば、握、ね、りしげめてれば、握りしげめてればですよ、ここで1億になってたと。 でも7,000万でもいいやと思ってほったらかしておけばまたこう1億2,000万になるとほんでまたこれで、まあ、7500万になったとまあいいやとそうするとここでもう2億3億ぐらいになってまた2億2億5,000万、まあ、1億8,000万2億ごちゃごちゃやりながらこう今のところ多分1億9,000万ぐらいになってるんでしょうねこれね。 うん、だからあの、結局、まあ、刑務所投資をっていうんですかね、まあ、い投資したら、もう知らん顔するのが1万でございまして、まあ、そもそもね、300万っていうのは非常に大きなお金ですので、まあ、投資しても30万円が良かったんじゃないですかね。そしたら1000万ですよね。うん、30万ぐらいだったら、まあ、なくなってもいいんやっていう思える金額ではあると。なので、1000、1000万になったとね。で、これ、まあ、ほったらかしとけば、 2,000万、3,000万。まあ、今多分2100、まあ、1900万ぐらいになってるかな。うん、なってると思うんですよね。だからちょっと、張りすぎてロッ、えー、ロット数を張りすぎたと。いわゆるレバレッジをかけすぎたということになるんじゃないかなと思いますね。はい。それでですね。えー、っと、ちょっと中野研究会のね、有料会員さんでも、 まあ、あの、<laughs> 勘違いされて頭では分かってるんですけどね。まあ、あの、どうしても勝ちたい。ね。一回一回のトレードで、利益を残して、えー、チキンレグイスすると。これ、勝ったんだからいいじゃないかと。いうふうになる,なるんだけど、そう思っちゃうんですけど、違うよって言ってるんだけど、ダメなんですよね。もう全然ダメです。それで、まあ、有料会員さん、無料会員さん、 全ての方に今もう一度ねもう一度、えー、何度も言うんですけれどもこの一番ルールを作りにルールを守りきることでお金が汗のように残るとお金っていうのはねあの追い求めるものじゃないんですよ汗のようなもので何かをすることによって汗のようにの,あの足元に残るものなんですよ金魚の糞と一緒なんですよだからあの 甲子園もね、あの甲子園行きたい行きたいと思って甲子園に向かうわけじゃないでしょ。野球の練習を頑張ることによって結果として甲子園に行ける,わけ甲子園に行けるだけであって、毎日の目標っていうのは、えー、野球の練習ですよね。練習とか練習試合ですよね。だから違うんですよ、その、あのベクトルっていうのかな。 努力の方向性が違うんですよね FX もお金を残したいとお金が欲しいとか一回一回のポジションで勝ちたいっていうのはそれ違うんだよね方向が逆なんですよ45度ぐらい違うんですよねじゃなくてルールを作ってルールを守りきることによってこれは負けてもお金は残るんです汗のように何なんですかってことなんですけどでそれをね まあ、あの <laughs> 何度もあのこの FX の黄金法則正杯でお話ししましたが、えー、期待値計算ですねバルサラの破産確率表における期待値計算をすることによって FX とか、えー、仮想通貨投資または、えー、あらゆるギャンブルパチンコパチスロー、えー、カジノあとマージャン そしてビジネスですね。ビジネスもギャンブルですからね。はい。こういう、まあ、あとは競馬、競輪、えー、宝くじ、まあ、そこら辺はもう期待値が固定されててね、もうすごい低いのでや、やらない方がいいです。やっちゃダメなんですよね。はい。それで、えー、これも固定、確定されてますからね。で、これの、これを用いてルールを作ると。で、ルール難しいですよ。これ数学なんで。 で、ルールを作り、ルールを守ると。で、ここの計算式ルールを作っていくわけですよ。で、これ難しいからルール作るの。で、毎日毎日、じゃあ、このすべて、各ね、数値、この数値、L は何、T は何、M、Z、S は何なのかと。で、Z は固定値だからね。Z は、えー、Z って Z じゃなくて、えー、Z は9分の B かける1なんですよね。うん。 でこれ何なのかとで。これ難しいから、毎日毎日ね、中野研究会であの毎月1万,1万800円をお支払いしていただいている人には、毎日このですね、すべての変数をお,しお伝えしてるんですよね。そしてこのように、えー、トレードをすれば、あのお金残っていくと。で、まずはこの1番目のね、えー、1番目のですね、ルールを守る、ルールを作ると。 ルルール作るのは難しいからねほとんどの人作れないからこれはあの数学の確率統計学に基づいてルールを作んないといけないですよでこれは毎日作ってもいいし毎日毎日毎日月作ってもいいし1年に1回作ってもいいんだけども結局あのドル円ならドル円でねビットコインならビットコインで相場の流れっていうのは非常に変わるんでね潮目が変わりますから 逐一変えないといけないんですよね、このルールってね。各変数、変数の実際値っていうのは、5なのか、10なのか、7なのかっていうのは、変えないといけないんですよ。だからそれをな野研究家でいつも毎日毎日お伝えしてるんですね。これは非常に価値のあるですね、情報かなと思ってます。でですね、じえー、実際にですね、 えー、実際にこのピラミッドありますよねこのピ,ラミッドピラミッドはですね、えー、人間の人生のどこに位置づけられるのかっていうとですね、えー、人間の人生とはどうなっているのかっていうのがね昔お話ししましたけどこうなってるわけですよ、えー、ここのね全体ピラミッドの一番上の方ですねここの上に,上に位置づけられるのが株先物 F.X. 仮想通貨の知識ということで さっきのバルサラの破産確率表における期待値計算ですね。ここ、この一番上が、えー、ここに君臨するわけであって、実はこの下のですね、人間の足腰に当たる部分ね、えー、足腰、まあ、腹筋、背筋、腕立て、スクワット、ダッシュ、マラソン、えー、なんかをですね、あと、うさぎ跳びか、なんか足腰をですね、鍛えないと、 いくら頭で分かってても、どうしてもやっぱりね、小手先の、えー、100円、200円、5円、10円のですね、勝ちを狙いに行っちゃうんですよ。で、どうしても、やっちゃいけないと言いながら、1分足で追い求めちゃうわけでね。1分足追い求めてもしょうがないでしょって、いつも言ってるんですけれども、えー、1分足をね、追い求めてしまって、 そしてまあ5ピップス、10ピップスっていうですね小さい単位で,ですねえまあ10円、100円、500円、1000円、1万円えとかねそういう5ピップス、10ピップス狙いで勝ちを狙っていってしまうとそれは良くないことですよっていつも言ってるんですねでなぜかというとですねあの期待値計算通りやらないと負けてもいいんですよ負けてもお金は増えるから でなぜかというと、ここに書いてある通りですね、期待値計算でですね、勝率、FX でもね、あの仮想通貨投資でもお金を残すためには、勝率だけじゃないんですよ、ね。勝たなくてもいいんですよ。損益率と損益許,許容率をきちんとね、あの3つをバランスよくやっていけば、勝たなくてもお金は増えるから。ね、下手す、あ十分の10回やって1回しか勝たなくても、 億万者にはなれるんですよ。平たするとね。で、それどういう意味かというと、何度も説明してるんで、もうやり言いませんけれども、この FX トレード奮闘記さんのね、ブログがよくできてるんす、ごいよくできてるんですけど、これ何度も何度も説明してるんで、過去の動画見てほしいですけどね、運用資産に対する最大損失の割合が1%の場合だと。そうすると、勝率とね、損益率っていうのが出てくると。 これ3つの変数のバランスによってですね、えー、投資っていうのは、まあ、株式投資もそうだしね、えー、ビットコイン仮想通貨リップルノアコイン投資あとは <laughs> FX 投資も億万長者になれるかどうかは決まるわけですよ勝たなくていいんですよだって勝たなくていいんですよだって、うん、例えばさ、えー、まあこれね、えー、損益率三、う3 3.0しか出てないけどまあ例えば3.0でもいいよね全然余裕だよね3.0で勝率3割10回のうち7回負けてもいいですよと3回勝てばいいよとそうすると0破産確率0%なので億万長者になれるんですよっていうことは勝率を追い求めるゲームじゃないんですよ FX っていうのは FX っていうのはあの 何えー、テクニカルチャート分析とファンダメンタル分析によってですね、えー、勝たなくちゃいけないと一、ね、回一回のトレードで、えー、利益を残さなくちゃいけないっていう,いうゲームじゃないってことがこのバルサナンの破産確率表を見ることによってわかるんですけれども多分ほとんどの人は理解できないですよ。この私はねもう理系だし えー、量子力学の研究をずっとやってましたからね。国立研究所でね。ですから、この量子力学まあ、でもいかないですよ。量子力学のリードを持ち出さなくても、確率統計学の普通の算数ですよ。ね。高校中学生の算数で分かります。私、勝たなくていいから。勝たなくていいんだよ。で、その率を、 きちんと3に固定してこれは固定できますよねそれとそれと運用資金に対する最大総運の割合を1%に設定するとこんなの固定できるじゃないですかそしたら誰でも簡単に億万長者になれるんですよねもっとここら辺だったらもう億万長者の海ですよここら辺全員億万長者になれるよそれをなんでやらないんですかとねなん何でやらないんですかって 僕は不思議に思うしこのね聖杯、まあ、黄金の法則っていうのはこれはもう数学者の中ではね、まあ、当たり前の話なんですけれども、まあ、も,も,もちろんねその日,本日本の、えー、数学博士の中でもですねあの実際に核質統計学の博士の中でも実際にあのアメリカのねラスベガスとかいろんな火事の現場に行って ギャンブラーになってる人いっていいいる人ぱますからねそしてあのこの確率統計学の論文に基づいて、えー、ポーカーとかねブラックジャックをやって、まあ、億万長者になって出入り禁止になるとそのカジノのねそ,そんなことやりながら、えー、数学博士っていうのはあの自分の論文を実証してるわけですよ。で運用資金に対するこれはだから運用資金っていうのは、えー、損失許容率のことね。 まあここは3%以内がいいんじゃないかって言ってますけれどもえー2%の場合でもねまあこれちょっと危ないからじゃあ勝率40%にしようとかまあだからこれ3とか5とか10とかあるからねそうするとうんこれは3しか書いてないけど5とか10とかになるともうほぼほぼもうあのまあ例えば10回に2回ぐらい勝てば えー、0%になるわけですよの、あのー、破産確率がねそうするとまあね10回に5回に1回勝てばいいだけですよ F x だってさ上に行くか下に行くかどっちかじゃないですかしたらに50%勝てるわけでしょ勝率ここになるわけでしょねまあ,あの単純発想だけどね本当はちょっと難しいんだけどだいたいどっちかだから半分になるわけでしょ そうしたら誰でも億万中にはなってるはずじゃない。なんでならないのかって話ですよね。なんでなれな,な,れないの。なんでなれないのかって言ったら、もちろん、あれですよ。あの、確率統計学を、まあ、勉強しないから、だからしん信じられないわけですよ。この破産確率表、バルサロの破産確率表をね。信じることができないんですよね。だから途中でルールを変えてしまうわけですね。自分でね。えっ、ー、と、例えば、 えー、損失 <laughs> ロスカットポイントを外したりね、えー、だから損切りポイントをずらしたり、えー、あとはチキンリ食いをしたりするわけですよ、ね、でこれ見れば分かるとおりチキンリ食いしてもしょうがないからね逆にチキンリ食いすると勝率上がるけど損益率下がるからだからあの破産確率は高まるわけですよチキンリ食いをすると逆に チキンリグいをしないできちんと負けることねチキンリグいをするってことは利確ポイントをずらすってことでしょ狭めるってことでしょうんでそうするそ,そしてえー、なんかロスカットされそうになるとまあ損切りポイントをまたのずらすってことでしょそうすると損益率が悪くなるとね,ね あの勝ったとしても例えばそこでね利益が上げ,上げられたとしても勝率はね高まるけれども損益率が極端に下がるのであの破産するんですよだからチキンリグイをする人は破産するんですそれよりはチキンリグイをしないでチキンリグイをしないでもう本当にここにつきますよルールを作るでしょそしてルールを守りきった人だけが勝てるんですよ ね、あの FX でも仮想通貨投資でもノアコイン投資でもビットコイン FX でもねだからこれを何度も何度も口酸っぱく言うんだけどいや違ういや違うっていう人いるのでまあそういう人はねそろそろ中野研究会は波紋になりますから気をつけてくださいということですねだからあの負ければいい,いいだけなんですよね負ければあの普通にねあの最初に <coughs> えー、そうあの利益確定ポイントとね、あとはロスカットポイントを設定してエントリーするわけでしょ。まあうんまあ、予約注文になったら IFO 注文ですけどね、エントリー、まあ、ポジション取るわけですよね。そしたら動かす必要ないしあの、動かす必要ないしですね、チャートを見る必要もないわけ。チャートを見てるから、途中でチキンリグにしたくなったり、 損、えー、切りポイントをずらしたりいろんなあの難品しちゃったり土転したりいろんなことやっちゃうわけですよだからもう見ないでどっか仕事行ったりね遊びに行ったり映画見に行ったり温泉行ったりすればいいだけあと仕事あの水事洗濯 <coughs> 掃除したりト,トイレ掃除すればいいだけなんですよね それで、えー、先ほどのピラミッドバルサラの破産確率表のピラミッドこの一番上の頂点にありまして、えー、これは経在意識経在能力ねで相場の知識ビジネスの知識一般教育なんかありますけどあ人通り勉強してない人っていうのは勝てないですねやっぱり、うん、なぜかって言ったらそのあの先ほどのねあのバルサラの破産確率表から導き出した、えー、期待値計算 のこの数学の力を信じることができないからなんですよ。ねあの確率統計学のね期待値計算を信じることができないとやっぱりこういろんなことやりやすからねだから一般教養も必要ですとビジネスの知識相談知識もねそして実はここは上半身であって野球でゆったりねバドミントンとかバレーボールなんかもそうですけど。 えー、ボールを触ってね、あのー、サーブとかレシーブの練習をしててもしょうがないんですよやっぱり足腰がしっかりと動かない状態に持っていかないと <laughs> いくらねピッチングバッティング練習やってたとからってすぐふにゃふにゃって疲れちゃうわけだから FX もね一旦大きく負けるとですね心が揺らいで、えー、心が揺らいでですね損切りも損切りを入れないでエントリーしたりね フルレバレーでねフルレバ、まああの、フルレバレッジいわゆるですね、ん、レバレッジを上げてですね、どん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 追加で、投資して、難品したりね、ど点したりっていうのを繰り返すと、すぐメだから、土台ができてないんですよ、メンタルができてないんですよね。負けることによって、あの、FX とか、仮想通貨っていうのは勝つんですよ。お金が残るんです。 だから大きく負けたらそれだけ大きくお金が次はね大きくお金が入ってくることを理解できてないんですよそれメンタルが弱い足腰が弱いんですそれで心っていうのは利己主義と利他主義になってるんですけど、ま、あの利己主義の人っていうのはね絶対勝てないから普通の人生でも勝てないしなんで自分だけ悪いことばっかり起きるのってなるでしょで利他主義の人だから、F ね、仮想通貨投資で億万長者になったらどうするんですかと FX でね、億万長者になったらどうするんですかって、僕、最初にね、聞くんですけど、個人コンサルティング、今も2万円でやってますけどね、2万1600円でやってますけど、えー、で、まあ、千葉県松戸駅まで来てくれたら、2万1600円で日当でやりますけどね、まあ、3時間か4時間か5時間ぐらいやるんですけど、FX とかね、仮想通貨投資に教えてあげてるんですけどね、で聞きます、まずですね、億万、あの億万長者になったらどうしますかと。 でいやーもうあの車買って家買って、えー、世界旅行行って南の島で暮らしますっていう人はでも教えるんだよ教えるんだけどそういう人はね潜在意識の中に悪霊が住んでますね、はい、悪霊が住んでるのでうまくいかないですうまくいかない絶対うまくいかないですね、はい、で、えー、もうほとんどのねあの奥万長者になったらあの 慈善団体に寄付しながら自分もボランティアやっていきたいですという人はね天使が住んでるんですよ潜在意識の中に心の中にねであのこの悪,悪霊が住んでる人も天使が住んでる人も超意識の中これね心の中が3つに分かれてるっていうのはこれユングが発見したんですよね、えー、ユングが発見してこれは人類史上最もねあの素晴らしい発見だって言われてるんですけど、ね、あの心理学の中でね で心って3つに分かれてるっていうのは今もうすでに、えー、証明されてるんだけどもこの超意識っていうところねこれは全ての人類がつながってる意識に状態なんだけどもれ超意識は超能力が使えるんですよでここはですね万物創造のパワーがこう眠ってるわけですよでこの原子が引き合うエネルギー量子力学でねこれね万物創造のパワーがあってこのパワーを、えー、いただくことによって人間っていうのは生き,生きてるわけです はい、食べ物と水を飲んんでで生きてるわけじゃないんですよ万物創造のパワーっていうのがあの、まあ、いわゆる、えー、ち自然治癒力だよね、はい、自分で細胞分裂をしてですね、えー、みずみずしく生きていくっていうパワーがあるわけねで利口主義の悪霊が済むようになるとですねこう雲が発生するんだよねそしてパワーいわ,ゆるいわゆる光光太陽の光みたいなものを 届かなくなくるのでで急にけてですね体が弱,弱しくなって病気になるわけですよね。それで頭もボケてくるわけで、えー、いろんなことが分かんなくなってくるわけですね。それで、えーね、ビットコインとか仮想通貨投資 FX 投資も全然勝てなくなるわけですね。それで騙されやすくなるわけですよ。だから絶対に利他主義でいかないとダメですね。利他主義だと天使が住むようになるわけ心の中。そうすると雲が発生しないので。 万物創造のパワーっていうのは神は万人に共通してですね、えー、光を与えているわけだけどもねあの生,命生命エネルギーだね与えてるんだけども人間っていうのは利己主義を宿すことによって自らここに雲,雲を発生させてパワーを受け取れないようにして自ら、えー、病気になるという運命にまあね病気の人は利己主義なのかって、まあ、全員が全員そうじゃないと思いますけどね ただリター主義に生きれば天使が住んで雲がなくて、えー、病気が治って頭がまたフル回転して、えー、みずみずしく、えー、生きることができて、えー、ビジネスやってもね何をやってもお金が貯まっていくということになりますで一番下にねアカシックレコードがあるってことですねはい <coughs> で FX6 万長者になるためにはどうしたらいいのかと まあ随分前にもお話ししましたけれどもえ結果を追っていては億万長者にはなれませんと FX 億万長者になるこれは仮想通貨でもそうなんですけどまあ原因と結果の法則ってあるよね完全にね世の中には原因があって初めてさ結果があるわけなんだけどもえいわゆるあのまあ天使が住む心のね潜在意識の中に天使が住む人っていうのは 心がマインドフルネス状態なんですよ。マインドフルネス状態、ね。マインドフルネス、いわゆるですね、過去も現在も全く、過去の後悔っていうのも全く気にしないわけ。そして、将来の不安というのも全く気にしない,こい。いつもですね、今この瞬間しか生きてないわけですよ。明日、なんか借金の支払いがあるとか、そんなの関係ないわけですよ。全然気にしないわけ。で、あの昨日の失敗とかも全然忘れちゃうわけ。 ね、その日は一生懸命やりますけどね。それで過去の後悔もスパッと忘れると。で、未来の不安、まあ、年金もらえるのか、そんなのもないと。今日一日生きていれば幸せだと。これはマインドフルネス状態、いわゆる悟りを開いた状態ですね、仏教の用語だとね。で、このマインドフルネス状態の人は、原因しか注目してないわけ。今この瞬間のことを一生懸命やるわけ。 だから、野球球児だったら、今日の、えー、授業の、授業が終わった後の練習、野球の練習を一生懸命やるわけ。ね。で、甲子園行くってことは、まあ、たまに考えるかもしれないけども、考えないわけ。今日のことしか考えない。その今日の積み重ねが甲子園に行けるわけですよ。んで <coughs>、一般の人、普通の人っていうのは、お金が欲しいから入るじゃない。とか、お金が必要だ。会社クビになったとかね。 会社を辞めたいからお金が欲しい結果が欲しいだから原因をやると原因を探してこれやるとこれ普通の人なんですよ結果から入って原因をやってるわけ今ねだからなぜ結果が必要なのかつったら将来の不安を感じちゃうわけね、うん、将来の不安を感じてるから今一生懸命原因を作ってるわけでしょこれがダメなんだよねこれがダメなんです 現マインドフルネスっていうのは将来を全く考えないからだから何の不安もないわけです何の不安もないから思考は現実化するわけですよ不安がない素晴らしい世の中が未来が現実化するわけ普通の人はね将来の不安があるから今なんかやってるわけですよねってことは不安がね現実化するわけですよだから必ずお金なんか残んないです思考は現実化するんですんで原因を追求しなければなりませんと だからあの一番重要なことは足腰をを鍛鍛ええるるここととメンタルを鍛えることなんですよだからバルサラの破産確率表から導き出したかあの期待値計算というのは、えー、上半身ですからねまずメンタルを,を鍛えてあのマインドフルネスになってない人っていうのはエフェクスやっても勝てないですからねで普通の人は固定概念があってこの器は小さいと。 きっとまたダメだインチキで詐欺だとかね、まあ、FX で買ってない、えー、仮想通貨都市で買ってない ICU であのお金が増えないってことですねでマインドフルネス状態になるとねどうなるかっていうとねこの心の器がバカでかくなるんですよねあのあの琵琶湖の琵琶湖ぐらいに大きくなって中何も入ってないんですようん普通の人は小さいここの器の中にもういっぱいいっぱいの不安で押しつぶされそうになってるわけ これだとあのその不安が現実化しちゃうわけね。どんな人でも思考は現実化しますから、いつも考えてる通りの人間になるわけですよ。だからマインドフレネスになれば何にも考えてないから、ちょっとでもいいことを考えたら、それが実現するわけ。しかもでっかいから、うつらが。いつも、だちょっとやればね、何でも実現するわけ。で気づきを素直に受け入れ、気づきとともに生きると。 ということで終わりなんですね。それでまあ、まあ重要なのはね、まあここの,このピラミッドはね、FX の黄金の法則の聖杯っていうのは、ここの人,人間の人生のこの一番上のわずかね、氷山の一角なんですよ。だからほとんどこの知識なんかあってもなくてもどっちでもいいわけ。どっちでもいいんだよ。どっちでもいいんだよ。こっちが重要で、こっちがすごい重要で、こっちがすごいもう本当にもう、 これがね、1%にしてみれば、ほと他が99%ですから、ね。で、天使と悪霊とか言うとね、また宗教だとかいう話とか出てくるかもしれないですけども、まあ、利己主義か利他主義かっていうので考えてもらってもいいと思います。そして、マインドフルネスっていう言葉ですね。非常に重要な言葉ですので、僕はね、いろいろあの昔はね、やっぱり、 こっちの普通まあだからサラリーマンも辞めたわけですけれども三菱商事辞めちゃったわけですけどもまああの独立29歳で独立してねでまあ随分かかりましたよ僕も10、まあ、さあれ独立して3年ぐらいで本,本3冊ぐらい書きましたけどねソフトバンク出版から出版しましたけどね2冊はね1冊は日刊工業新聞かな 大企業の、ね個人あのー、経営コンサルティングずっとやってましたけどね、ソニーとかね、フジフィルムとか住友商事とかやってましたけど、まあ、その他いっぱいやりましたよ、大学とかね、まあ、それいいんだけどあ、経済産業省もやったんそういえばな、経営コンサルティングね、それで、まあ、それいいんだけど、<laughs> 途中からねこっちに変えました、んこれは何年もか,かったの、16年ぐらい買りましたかね。 うん、悟りを開くのにね。で、ようやくマインドフルネス状態になれて、今はもう何にも考えてないです。何にも考えてない。それで、FX とか仮想通貨でね、儲かったお金は全てね、あの世の中還元したいなと思ってて、えー、もう利他主義ですね。で、天使が心の中に住まうように、いつも、あのー、気をつけてます。そうすると、病気にもならないですね。もうこの4年ぐらい。 風邪ひいてないんですよ、うん、風邪いいてないですねで。どこも痛くない。たまに、まあ、歯,がや歯,が痛く歯が痛くなってっていうか、うん、歯医者2年前に行ったかな、うん、ぐらいで何にもないですよね。まあ物もらいになって目,目薬もらいに行った時ありますけどね。はい。それでここのねあの足腰ができてですね万物相当のパワー、まあ、生命エネルギーを十二分にです、ね、吸収できないと。 頭がフル回転しないんですよねだからいろんなこと言われてもそんなの嘘だろっつって理解できないから結局ねあの万物創造のパワーを十分に吸収してないと頭が冴えてこないからねだからあのこれこれが理解できないわけそうするとまた自分流にやってしまうってことですね。でこの数学の式も理解できないから信用できないってことだよね数学がね。 だこの人間一人じゃ生きていけなくてですねやっぱりバンブス創造のパワー宇宙エネルギーっていうのかな、まあ、あの自然治癒力っていうのかなアカシックレコードから発生されるやつですね、まあ、これの話っていうのはまあフリーメイソンとかイルミナティがえよく知ってますよく知ってるというかまあ全人類に伝えなくちゃいけないんだけどあのまあ一部の人しか伝えてないですね、まあ、言っても分かんないだろうってうことで言ってないだけでね はい、言ったってこうバカじゃねえやつって終わっちゃうでしょだから結局あのマインドフルネス状態になった人だけが、えー、この秘密のね万物創造の、えー、仕組みをですねフリーメイソン・リーとですねイルミナティから教えてもらえるわけですよ。そう教えてもらうとさらにねやっぱり宇宙エネルギーを体の中に取り込むことができるので。 頭が冴えてですね IQ が200300400って上がっていくと。で普通の人はねあのー、頭のですね中にある脳みその、えー、活動っていうのがまあ10%ぐらいに抑えられてるんですけどこの宇宙エネルギーを取り込むことによってそれが 30%40%50%60% って上がっていくと。そうすするとですねあのー まあ数学とか物理学、まあ、量子的学も含めてですね、いろんなことが、あのあそっかって分かるようになってきます。はい、あ東大とかは別に余裕で入れるなと。はい、ハーバードとかもいや、別にね、そんなとこ余裕なんだけど、まあ、入んなくていいから、そんな入る入らない関係ないから。<laughs> で、いろんなことがですね、まあ、パッて見てて、えー、例えばドル円チャートとかビットコインチャートとかね、チャートの波形を見るだけで、ああ、次は上がるよねと。 ががるよねねっってていうのが分かってくるんです、ね、なのであの人間のねあの足腰きっちんとやんないで人間の力だけでやろうとしたって無理だからやっぱり、えー、大自然の力を借りてですね、えー、人間っていうのは FX でも仮想通貨投資でもノアコイン投資でも、あのー、やっていく必要があるという話をしました今日はね。今一度ですねあのー まあずいぶん前から話してるんですけど、今一度ですね、このこここ辺の話をですね、えー、整理していただいてですね、まあ、画面を止めてね、うん、どうなのかなと。で、えー、理解してください。そして、本当にわからない人は、えー、また、あのー、LINE とかね、メール、メールも、この動画解説の欄に書いてありますから、メールをいただいたりですね、LINE いただいたり、 で携帯の電話番号も書いてありますんでね、それで、そしたら個別にですね、個人コンサルティング、まあ、松戸まで来てくれたら2万1600円でお伝,えしお,しお伝えします。まあ、そして、この足腰のところをしっかりやってから、えー、これですねで、FX だったら、まあ、MT4、まあ、XM の講座解説をしてですね、<laughs> MT4 をダウンロードして、 あとスピード MT4 をダウンロードして各種設定も細かくやりますそれはこれもノートパソコン持ってきてくれればねやりますからね全部で、ね、そしてできればまたねその後長野研究会にね毎月1万800円払っていただければここら辺のね数値っていうのは毎日お伝えしますんでね、まあ、皆さんで利益を上げていきたいと思います、はい、ただこの足腰 が重要でここはあのマインドフルネス状態にならなくちゃいけないってことですね。まあこれは、まあ、全てスポーツでもそうだし、勉学でもそうだし、ビジネスでもそうなんですけど、全てが同じ理屈ですね。それで利他主義になると。利他主義になることによって、えー、お金がね、たくさん自分のところに入ってくるわけですよ。利己主義になると入ってこねえから、<laughs> うん、あのお金は水と一緒でですね、えー、まあ川からね、 えー、支流に川の支流にね水が流れたとしてもそこがあの池になっててね、えー、そこから先に流れるところがなければそれ以上水が入ってこないお金が入ってこないし水は腐るわけですよだお金は腐るからだからあの自分自身が腐ってきちゃうんですよねでそれ以上お金入ってこないですからだから常にリーダー主義あの入ってきたお金を全部流していっちゃう。 身のの回りの人にね困った人に全部お支払いあの配ることによってどん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 新しい水が入ってくるわけですよね。はいでその支流がどん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 太くなっていくわけなぜ太くなっていくかというと入ってきた水を全部吐き出すからですよ。だからあの神様はね、えー、この人に与え、ね、お金を与えて私福を肥やすんじゃなくて 与えたお金を全部ねその地域の困った人に配る,配るとああこいついいやつだなとで俺がねあの全人類一人一人見て見なくてもこいつにこの例えば、ま、ここの地域この住んでる地域を任せればこいつは全部一人一人ね困った人を探し出してお金を配ってくれるんだとそしたらこいつにもっと大金を渡そうと思うじゃないですか自分が神様だったら。 こ、ね、この地域はこいつに任せようとなるじゃないですか。でどん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 お金が入ってきてね。で、まあ、あのどん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 地域を広げて、えー、いろんな困った人を直接見てねお金を配っていけばでそのうち日本全国も <laughs> じゃあもう <laughs>、ね、1兆円10兆円渡せばね日本全部やってくれんのかとはいやねしたらもっと渡そうってなるわけなんですよ。それが川の支流と全く一緒でしょ。 だから川の流れの水と一緒なんですよ、お金っていうのはね。あなたは、だから、えー、お金がね、入ってきたら、えー、私服を肥やして自分のところで溜め込むのか、したら腐りますよ。で、それ以上入ってこないんですよ。それが全部吐き出すのか、困った人に渡すのか、それによってあなたの人生は変わります。そしてあなたは明日から、来週からですね、えー、仮想通貨投資でお金が大量に入ってくるのか、 FX 投資でお金が大量に入ってくるのかそれとも今のまま、えー、負けを続けるのかが決まりますそれではね今日はこの辺で終わりにさせていただきます千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました来年ねあのあのトム・クルーズがね僕が出演してるトップガン2ってやつね やりますので映画館で見てください失礼します